ミスタイムさん、今日はライブの方にもお越しいただきましてありがとうございます。さあ、今回はですね、効果的なストレッチの方法を教えてくださったわけなんですけども、それに対して私のね、返信動画を送らせていただきます。そしてプラスですね、ついに来ました、対談の予定をね、ちょっとお話していこうかと思いますんで、これから対談日をいつにするのか、どんな内容でお話していくのか、そしてどんなね、この対談の中で質問を扱っていくのかってことを質問募集していきますんで、こういったことについてね、しばらく打ち合わせをした後に対談日をね、早ければ今月中、ゴールデンウィーク中かぐらいにしたいと思いますね。よろしくお願いします。で、今回のストレッチなんですけども、私ね、聞きたいことが2つあります。ストレッチって立ってやるバージョンと座ってやるバージョンがあるんですよ。まあ、もちろんストレッチなんで両方やった方がいいと思いますけども、まあこれからね、なかなか屋外に出ることが難しくなってきて、屋内でやることが増えると思うんですよ。で、その時に屋外でやるそのジョギングみたいなのが部屋の中でね、なんとかできないかなと思ってるんですよ。例えば天井を向いて足を上に上げてね、こう自転車こぐみたいなやつってのもすごくハードな運動だと思うんですけども、まああれはね、ストレッチにはなんないと思うんですよね。で、ストレッチってのは結局筋肉に酸素を送るような運動のことなのかなと思いますよね。で、ここからね、ミサヨさんにメッセージなんですけども、ストレッチのコーナーをガチンコマッチョクラブで作っていただけないでしょうかっていうのが私の提案なんですよ。ね、今までね、筋トレ1分のやつをずっとやってくださいましたよね。でもストレッチってのもこれコーナーとしてあっていいんじゃないかなと思うんですよ。例えば第3話までとかね、第5話までとか、ちょっとこう短く限定でもいいんですけども、ストレッチシリーズってのはどうですかね。よろしくお願いしたいと思います。そしてですね、今ちょっと画面を見て気づいたんですけど、ミスタイムさん、この腹が割れてきてませんか。腹ね、だからそろそろ肉体のこうなんですかね、比較とかやってみたらどうですかね。一番最初の頃と比べて現在みたいな、今だから127話なんで4ヶ月じゃないですか。4ヶ月目の肉体、このね、比較をしてみたら面白いんじゃないかなと思います。今ね、127話のミスターMさんのボディ見てるんですけども、なんかお腹のあたりがこういう風に割れてないですかみたいなところですね。はい、それではね、今回のお話の2つ目ですけども、これはね、先ほどもちょっとお話しましたけども、対談の模様です。これは視聴者さんの皆様にちょっとね、語りかけたいんですけども、私とね、ミスター M さん、ちょっとね、肉体改造のことについて同じ中年男性に向けてちょっとね、いろいろと対談の中でメッセージを送りたいんですよ。そこでですね、視聴者の皆さんからちょっとね、こんなことに答えてほしいっていう質問を募集したいんですけども、もしね、ご質問があるようでしたら、動画概要欄の方からね、いつものメールアドレスがありますんで、セルシオアットマークドット gmail.com ですか、なんかドットって2個ついちゃいましたか。ぜひね、メッセージをいただければと思います。ね、ミスタイムさん、じゃあ、対談の日をこれから決めていきましょう。またメッセージしますので、よろしくお願いします。それでは。